2004年の広島東洋カープでは2004年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは2回目の山本、工二監督体制の4年目のシーズンである。前年やその前の年もチームは A クラス寸前までこぎつけるものの夏場の息切れで失速。就任4年目の山本監督は今年こそ A クラスに入ると宣言したが開幕後はこの年。 ローテ入りの川内キーやはじめ、ジョン・ベールや黒田博樹がローテーションを守るものの、リリーフ陣が打たれる試合が、相次ぎ、チームは6月以降横浜と再会争いを展開。その後も浮上できず、山本監督が就任した2001年以来4年連続の B クラスに終わりかろうじて再会を逃れるのが、やっとだった。投手陣は、ベール、黒田、河内といった、 先発陣は好調だったものの、高橋健が2桁敗戦の上に防御率5点台、ローテ入りが期待されたトム・デイビーは、防御率6点台に終わり、リリーフでも、広池康二が2点台、大滝博史と、小山田康弘が3点台前半、笹岡真嗣が3点台後半と悪くなかったものの、それ以外の投手は4点台から7点台に終わるなど、投手陣は崩壊した。打撃陣では、 クレックラーロッカ、アンリシーツ、前田智則などが打ちまくり、島厚信が首位打者に輝いた。ありがとうございます。